世界の人々に向けて私たちは何を発信できるのか。その中の一つが日本の文化や歴史、美を象徴する国宝だと考えました。みんなで力を合わせて2020年に向けて、そして未来に向けて国宝を応援していきましょう。ここは大事なところで、国の宝じゃなくて国民の宝なんですね。要するに我々、見る側一人一人が自分の目で見る宝なんですね。それを多くの人に知ってもらいたいと思うんです。本当に、今年たくさん国宝が、今回非常に大胆な手法で国宝を取り上げております。国宝というものにもう一度目を向けることで、これから次の世代にきちんとバトンを渡すという意味でも、私もこの1年を通じまして日本の国宝を皆さんにご紹介し続けていきたいと思っております。検定事業の企画運営という仕事を、ここ数年始めております。小学館さんの、商品で学んだ知識を確認できるような場として検定を用意したいと。その国宝というあまりにも大きなテーマに対して日清食品としてどうお答えしたらいいのか載せて、しっかりと蓋を閉じていただきます。でこれをまあ、穏やかな気持ちでゆっくり眺めながら、3分間経つと美味しいカップヌードルが出来上がりますので、で私どもの取り組みでございますけれども、こちら、国宝新幹線でございます。まあ、より多くの皆様にですね、この国宝プロジェクト、応援プロジェクトを知っていただいて、一人でも多くの方に国宝展に足を運んでいただけるようにですね、日本美術を応援する一人としてこの国宝応援プロジェクトに参加できることを大変嬉しく思っております。そして史上初めて走る国宝新幹線、その運行にも関わることができて大変光栄に思っております。私は大学時代に美術史を専攻しました。やっぱりこう足を止めて見入ってしまう作品の多くは国宝なんですよね。その力はどこから来るのか自分なりに考えてみました。私が思う国宝の魅力は作品の余白にあると思っています。これからこういう国宝を頂点とする日本の文化財というのをどういうふうにして我々は守っていくのか、どういうふうに世界に発信していくのかというですね、そういうまあ反省というか原点に立つ、国宝を中心とした文化財を守るという原点に立ち返るちょうどいい時期だろうというふうに思っております。